アキトとルナで、アキルナです。はい。はい。ということでね、本編入る前にアキルナから皆様にご報告があります。はーい。はい、お願いします。そのご報告とは、はい。あのここら辺にね、多分ね、あると思うんですけど。まあ、よくロゴがね、はい、うん、あ今にもね、今にも、今でも多分ここら辺、ここら辺に多分、うん、あるんだ、ね、と思うんですけど、うん、おー、うん、わかったらしい、うん、で、そのロゴの、商品化をね、してほしい、ぜひしてほしいですっていう声がね、結構いただくんですけども、うん、まだね、私たちのレベルではその商品化っていうのはちょっとしづらいなっていう面がございまして、うん、プレゼントをしようと思ったんです。その商品は何を？それはね、2種類作るんですけど、うん、ロゴのマークとこの子たちのシルエットを入れたいなって考えてて、でそれをね、先着6名様に お選びいただこうかなって思っておりまして、はい、抽選ってことですね。抽選です。はい。で、物的にはクッションか、うん、グラス。じゃあクッションかグラスの中にロゴプラス我が子たちどの子かのシルエットが入る。そうです。だからその我が子たちのシルエットをその当選した方にどの子がいいのかお聞きして、うん、あ、決めれるってことね。どの子がいいか、じゃあリブがいいとか、そうそうそう、決めれるってこと。それぞれ違うので全然大丈夫なんで、はい、でそれをご連絡させていただいて作成するっていう形になります。はい、これに関して条件がちょっとありましてねえ、やっぱね、みんなに渡したいんだけど、その抽選の内容を詳しくちょっと YouTube のコミュニティの方で、はい、書いておきたいと思いますので、ぜひ興味がございます方は、うん、そちらの方をチェックしていただけると喜びます。喜びます。はい、はい、ということでね、皆様ぜひコミュニティのチェックの方もお願いします。はい、はい、ということで本編いきたいと思います。ということで本日の動画なんですけど、本日の動画はね、ここに今映ってるようにワンちゃん、猫ちゃんの、動画になります。で、いつもはね、ワンちゃん、猫ちゃんなんか企画をやってるんですけど、今回はちょっと重い話になってしまうんですが、主にワンちゃん、猫ちゃんのコロナウイルスの影響についてね、まだちょっとあんまり知らない方も多いと思うんで、今分かってる範囲内で、自分たちが、お答えしていきたいと思います。やっぱり飼い犬、飼い猫ちゃんなだけにあって、もしうちの子がコロナウイルスにかかったらどうしようって、うん、やっぱり焦ってる人もすごい多いと思うの、うんうん、だからコロナウイルスにかかっちゃう、犬も猫もコロナウイルスにかかっちゃうんだよとか、結構今いろんな噂が流れてるじゃん。そうだね。そうだから自分たちが、調べて、分かる範囲内で皆さんにお答えしていきたいと思います。それではレッツラファニーピッポ。はい、でまずコロナウイルスについてなんですけど、今世界的に注目されてるのは新型コロナウイルスです。うん、でコロナウイルス自体はもともと前からあったんですよ。そうで、前からコロナウイルスがあって、だん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 コロナのその、まあ、ウイルスだよね、がいろいろ進化していって新型コロナウイルスに今なってて、その抗体が見つからない、そのワクチンがまだ見つからず、今こう大流行してる状態なんだよね。なるほど。新型コロナウイルスとペットの関係性についてまず説明したいなと思います、うん、はい。で、今のところ2月27日、うん、28日現在では新型コロナウイルスがペットに感染している例はありません。でも、コロナウイルスがワンちゃん、猫ちゃんにかかる確率はあります。コロナウイルスになるのがあるの、うん、まずそれを説明したいと思います。新型コロナウイルスはペットには感染しないんだけど、犬コロナウイルス感染症というのがあります。新型コロナウイルスのウイルスとはまた別でコロナウイルス、犬コロナウイルスっていうのがある、うん、でこれにかかるとどうなるかというと、子犬が感染した場合、下痢、嘔吐、元気がなくなったり、食欲がなくなったり、
があります。激しい胃腸炎を起こしたり、便はオレンジ色を帯びた状態になったり、悪臭を放ちます。血便も中にはする子がいる、うん、ひどい場合死に至ることもあります。なんちゃんも？そう、今人間がみんな注目してる新型コロナウイルスとは別の犬コロナウイルス感染症がこういう感じになる。で、この犬コロナウイルス感染症は犬に限らず犬猫特有の感染症だから、感染症だから犬から猫に、猫から犬に、犬から犬に、猫から猫に移る感染症なんですよね。だからこのコロナウイルスは確かに存在しています。で、新型コロナウイルスに関しましては犬猫コロナウイルスとは別で、人間から人間に移るコロナウイルスが新型のコロナウイルスで、これはなんか今いろんな説があって、動物から人間に移りましたっていうのがあるんだけど、じゃあ犬猫から人間に移ったかって言ったら移ってません。なんで、愛犬や愛猫ちゃんが原因で、コロナウイルスが発症したわけじゃなく、可能性として考えられるのは他の哺乳類、要するに人間の臓器に似た、猿だったりで、まあ菌をいろいろ持つコウモリだったり、そういうとこから発症した可能性はあるんだけど、犬や猫に関しては感染源には至らないかなと思います。ですが、2月28日にね、香港で新型コロナウイルス感染者のペットの隔離を義務付けると発表した。これは確かに愛犬だったり愛猫からの、コロナウイルスがかかりますよっていう根拠も証拠もないんだけど、香港農林水産管理局によると、飼い主には感染の症状が現れているが犬に全くその兆候はない。だからコロナウイルスにかかってる兆候は全くないんだって。ただ鼻の付近からね、採取した検体が弱陽性、つまりここら辺の付近から接種したやつがコロナウイルスのウイルスが付着してた、弱い陽性反応が出たから隔離する対象に入ったということ。だからじゃあそれが本当にじゃあコロナウイルスに感染してたのか、新型コロナに感染してたのか、それともウイルスがただ単にワンちゃんの鼻って菌をどかすために、菌を入りにくくするために濡らしたりとかするわけだから、ただ単にそこから付着してたのかわからないんだけど、ただそれだけで今は隔離を義務付けるっていう感じになってきたんだよね。だからまだまだこの新型コロナウイルスに関してはね、まだ解明されてないことだったり、まあいろいろあるんですけど、まあ一番安全策、我が愛犬愛猫ちゃんに一番の安全策を考えるんであれば、なるべくね、屋内飼育、室内飼いにして、ワンちゃん猫ちゃんのね安全確保は絶対に必要かなと思います。大事なんで、そうだから散歩もね、できる限りじゃあ毎日行くとかじゃなく2日や3日に一遍行かせるとか、ちょっと山道走らせるとか、もうそんなんでいいと思う、庭でちょっと走らせるとかね。でまだじゃあ新型コロナウイルスは今のところね、報告はそのあんまりないんですけど、犬や猫、その自分の犬ワンちゃんや猫ちゃんからの報告はないんですけど、いつその新型コロナウイルスがワンちゃんにかかるかとか、まあいろいろまだ解明されてないから、まだまだわからないことが多いから、まあ一応ねワンちゃんと猫ちゃんはちゃんと室内飼いにして、病気にかからないように、最善の状態にしておくことが大事かなと思います。じゃあ仮にもじゃあワンちゃん猫ちゃんがかかっちゃったら、もうその時点で人間と隔離しなきゃいけない。でも人間とワンちゃんが隔離したらどうやってじゃあこの子たちは餌を食べていけるのってなってくるわけだから、今の新型コロナって目からでも感染するって言われてるじゃん、目から感染するって言われてるのに、やっぱり安全策を取れるのは飼い主さん自身だから。確かに。そう、でも今のところやっぱり気になる方もいると思うんですよ。ワンちゃんコロナウイルスかかっちゃったらどうしようとか、猫ちゃんもかかるでしょ、動物もかかるんでしょって。確かに動物は感染源になってるとは言われてますけど、ワンちゃん猫ちゃんが感染源でもないし、ワンちゃん猫ちゃんが、人間にコロナウイルスをうつすよっていうのも全然報告がないんで、今のところご安心ください。ですがね、犬や猫にも犬猫コロナウイルス感染症っていう病気がありまして、そこから犬が犬に、猫が猫に
犬が猫にとか感染してくるんでね、まあ、それは頭に入れておいてください。でも犬猫コロナウイルス感染症と人間の新型コロナウイルスとはまた別物になるんで、そこはね誤解されないようによろしくお願いします、うん、はい、まあね、まあ、こういう大事な話もやっぱりね動物系 YouTuber としてした方が良かったかなと。ただ面白い企画をやってくるだけじゃなく、動物の安全確保のためにもねこういう動画を撮らせていただきました、はい、もしね参考になったよっていう方はグッドボタン、コロナウイルスの情報が新しく入ってきたら動画載せてよって思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。今のところ話は犬猫だけに限っちゃいましたが、またね、情報とか入りましたらコロナウイルスに関してもっと詳しく説明していけたらなと思います、はい、まあ一番はね、早くウイルスの抗体ができるワクチンがね、うん、開発できればいいなと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。オブリガチャオ、チャンネル登録よろしくね。